旭川演芸祭。どうもねずっちです。皆さん、旭川演芸祭のね、日程がいよいよ迫ってまいりました。本当に必見のメンバーです。ぜひいらしてください。一発言っときますか。では整いました。旭川演芸祭とかけまして風船と解きます。その心はどちらも期待膨らみます。ねずっちです。楽しみにしててください。では旭川演芸祭6月4日お邪魔いたします。どうもプリンプリンの宇中堂です。田中明です。よろしくお願いします。お願いいたします。もうね、あの旭川演芸祭で大爆笑を取りたいと思いますんで、はいはい、いや大爆笑は新宿カウボーイに任せます。いやプリンプリンだろ。そうかな。いや新宿カウボーイに任せます。プリンプリンが取ります。お楽しみに。どうも寂しです。僕の名前が高倉亮で、ドサンコです。あ、そう、北海道なんですよ。そして相方久保高政、はい、ドロンコです。どこで遊んできたんだ俺は。いや、旭川演芸祭出演させてもらうんですけど、はい、歌作ってきました。お、そう、うん、意気込みが素晴らしいよ。旭川演芸祭、旭川演芸祭、見に来たら面白い、うん、見に来なかったら面白くない。当たり前だろ。ぜひ見に来てください。いや、アピールになったかね。ぜひ来てください。新宿カフェです。どうも新宿カフェです、皆さんぜひ旭川演芸祭来てください、はい。ぜひお願いしますね。楽しいですよね、あ、楽しいか楽しくないか、じゃあこっちが楽しいとしましょう。だこっちが楽しくないとしましょう。だこっちが楽しい、楽しくない、楽しい、楽しい、ピー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 、ブリッコどっちなんだよ。え、楽しいかどうか聞いてるんですか。あ、楽しいかどうかね。ちゃんと忘れないようにペンでメモしておいてください。いや、ペンって、私ペン持ってないですよ。ペン持ってんじゃないですか。あ、これ、あ、これペンじゃなくてね、トングなんですよ。いや、ペンじゃなかったんかい。皆さんお待ちしてます。お待ちします。松村邦洋です。6月4日旭川演芸祭、おぼんこぼん師匠の代演で出演させていただきます。皆さん見に来てください。かけおです。旭川スタルヒンでですね、久慈選手の2本のホームランを見たことがあります。